こんにちは、大森です。はい、突然なんですけど、トニーさんです。トニーです。はい。今日はですね、トニーさんに協力してもらって、会にちょっととある検証を仕掛けていこうかなと思います。で、何があるかっていうと、タイがアメリカに行くって言ってるじゃないですか。なんで、アメリカに行く前に去年とか、英会話ずっとやってたみたいなんですけど、どのぐらい身についてるのかっていうのを、抜き打ちで、トニーさんに協力していただいて、会の英語力をチェックしようかなという感じで、今ね、会がジムで働いてるんで、それの終わる時間まで今待ってるんですけど、出てきたところをトニーさんに行ってもらって話しかけてもらうという感じで頑張ります。お願いします。道とか聞いてもらって、一応その道を聞いてもらうっていうのと、あと日本のそのおすすめスポット他にありませんかとかっていう話をちょっとしてやっていこうかなっていう。で、トニーさんは普段何やられてるかっていうと、クリエイターなんですよ。 Yes、 YouTuber、 クリエイターとプロデューサーとかいろいろやってますよ。なんかいろいろ映像制作に携わってるみたいで、で絵も描けるみたいで。そうそうそう、スケッチフリックス、チェックイットアウト。まあよかったら概要欄に貼っとくんで、トニーさんになんか仕事頼みたい方は気軽に連絡してあげるといいかなと思います。頑張ります。トニーさん、アメリカ生まれ？そうですね、ニューヨークで生まれました。でもテキサスでグローアップしました。そう、まあ、でもちょっと心配のことが、もしなんか変なこと言って彼がプシッとか、なんかボディパンチとかプシュッ、それが結構ナイス。保険ある？保険はナイス。保険がいいですよ。保険はナイス。おい、ということでよろしくお願いします。よろしくお願いします。Excuse me. Do you know where TBS is? TBS? TBS. Oh. TBS? Yeah. Do you want to go TBS? Yes. My phone just died. I don't have a map. I'm just trying to find TBS. So TBS is this way? Oh, okay. This street? Uh-huh. Go straight. And then? For about 500 meters. 500 meters? Okay. And turn right. Okay. 5 minutes, something like that? I don't know. 500 meters, I don't know. So. Second traffic right. Cool. Thanks. Okay, turn right. Go straight. And cross the next traffic light. Okay. And on the left hand side. Okay. It's TBS. TBS. All right. Cool. Thank you. You know? I kind of. I'm looking. Maybe you can help me. Do you know any like? Look at this. Wait just a moment. Okay. Thanks. Okay. About 11-minute walk. Okay, cool, okay. cool. Thanks. So is there anything to do around that area? Is it like a tourist spot or just TV station? Hungry? Yes. TBS next to Beats Tower. Beats Tower. What kind of food? Oh yeah. Just all kinds of food? Okay. Like sushi, all that stuff, right? Oh okay. All right. Cool. Thanks so much. So, okay. you want to go? Come on. No. I have plans. All right. But hey, you helped me out. Whatever. All right. Thank you. But 11 minutes this way. Oh, yeah. All right. Cool. Thanks. Okay. All right. Hi. Hello. My name is Shun.やったトニーさん、日本語喋れるよ日本語全然喋れるよ。トニーさんどうでした、会話？英語喋れてました？英語喋った。マジっすか？いや本当になんか
上手で、ちょっとびっくりした。全然喋ってないよ、絶対。いやいやいや。携帯壊れてないです、絶対。まあね。そう。でも、ちゃんと説明書とかできました。なんか、チーズも。Yeah, not bad, not bad. 抜き打ち英語力チェックです。ひどいな、これは。一応さ、トニーさんに最後、どっか一緒に行ってほしいってお願いしていたんだけど。Yeah, 一緒に断られました。いや。But he's like, no, 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 no. ダメじゃん。なんで断る？あのね、予定ないけど、さすがにね、初めての人だったら無理。すいません、あの、sorry。いやいやいや、いいよいいよ。いかついからね、ちょっと。確かに、ちょっと、びっくりした、ね、怖いよ。あの、喧嘩売られたかと思って、最初は。だけど、困ってる感じだったから。もうすぐね、アメリカに行くことですし、ちょっと、どんなもんなんかなと思って。なるほどね。はい。なるほど。まあ、ちょっと勉強してます。少し。A little bit. A little bit. No, you did good, you did good. どうですか、会話。ああアメリカ行っても強そうですか。ああ多分十分です大丈夫、大丈夫そうと思いますよ。良かったですね。なんとかなりそう、はい、生きて帰ってこれそうだね、はい、アメリカ行っても以上なんですけど、はい、斉藤くんにもちょっとかけたいんですよね。そういいじゃんいいじゃん、ね、斉藤くん知らないの。知らない言ってない言ってない。ああなるほどね。そういいっすか。じゃあもう一人もう一人英語全く分かんないやつがいるんですよ。そうなの。なんか斉藤くんさわけ分かんないからさ、うん、なんかもうディスりまくる。ディスりまくる。英語でディスりまくってわかるか。ああでも何さんですか。トニーさん。トニーさん。トニーさんなんか優しそうだな雰囲気的に。言えなそう。そういや頑張ります。でも演技なんでその YouTube 用にじゃあ。ああオッケーオッケー。もし急にパッって。ない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 。オッケーオッケーオッケー。はいということでねなんか僕急遽やられたんですけど、はい、次斉藤くんも近くにいることが判明したんで、はい、今呼んで来たとこを直撃したいと思います、はい、斉藤くんの英語力はいかに絶対ゼロです。絶対ゼロです。絶対ゼロ。逃げたりするのかな。いやそんなことないんじゃん。ちゃんと対応するかな。でも親切な対応すると思うよ普通に、うん、だからちょっと待ってきますか。はい待ってないですよ。来た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 来ました。ちょっと隠れながら。やばいやばい。ここはやばい。excuse me, excuse me. Do you know where Koban? 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 Yeah, Koban. Koban. Do you know where Koban is? This way? This way? Yes, yes. Wait, you don't speak any. Do you speak any English? Any?Any English? No? Yes. Yes? Yes. All right, cool. Wait. This way? Are you sure? Yes. Come on, this way. Yes. Are you serious? Yes. I just walked down there. I didn't see a Koban. Whoa. All right. Okay. Thanks. Yes. Yeah. Handsome looking dude! Yes. All right, thanks, man. All right, this might sound a little rude, but can you ride a unicycle? Yeah. Unicycle. It looks like you can ride a unicycle. Yes. You can? Yes. Yeah, I figured. Yeah, you should train a little bit more too. All right, man. Thank you. All right, bye. Bye, thank you. どうだった英語は。いけた。行きました。本当に。なんか喋ってたよな。いけてました斉藤君は。交番の場所聞いてましたよ、ね、そう交番でも、はい、そう交番すごいすごいね。斉藤君その後なんて言われてたか分かった。ルッキングなんたらって笑顔で言ってたんでもうかっこいいって言ってくれてるのかなと思って。あそうなんですか。そうじゃ あ, あ, の、はい、あの動画が出来上がったら、はい、翻訳された字幕をちゃんとしっかり見てみてください、はい、ということで今日はね僕も仕掛けられたんですけど。何されたんですか。俺もさっき仕掛けられた。抜き打ち英会話チェック。大森さんが勝手にやったんですか。大森がやった。大森さんは英語わかるんですか。もちろんわからんよ。もちろん自信満々に言う。字幕どうするんですか。確かに何すか。カイさんは誰されたんですか。俺はなんかいろんな道を聞かれたんです。なるほど。じゃあ僕も道案内できてる。すごい、ね、
すごいすごい。もうすぐアメリカにも行きますしね。そうですね、うん、どんなもんかと思ってねやってるわけですよ。じゃあ斉藤君いれば安心か。確かに安心だ。任せてください、うん、アメリカ行って死なずに帰ってくれるように。はい、まあ、もうちょっと英語勉強しますか、しっかり。そうですね、確かに俺もさちょっと勉強してるけどさ、いざとなったら全然で話せなかったから。そうなんだ、まあ、ちょっと勉強します。残りの時間、はい、頑張りましょう。頑張って。じゃあありがとうございました。そうそう、ありがとうございました。僕はありがとうございました。ありがとうございました。ブレイキングダウン第1試合で負けて泣いてた井原くんです。その紹介はちょっとやめてまして。新宿のなんか、なんて名前か知らないけど公園、まあ、そこが一番寝やすいわ。あ、ヨドバシカメラの前も寝やすいよ。井原くんが居候するお家。19歳でここに住めたらすごいよ。Uh-huh.